トップバズミーティングへようこそ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回ですね、トップバズミーティングに題材が来ましたよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回ですね、リスナーさんからいただいた題材が、ニックネーム、おごってほしい斉藤さんですね。はい、斉藤さん。で、聞きたいことということで、本当に稼げるのか不安です。まず、ジャンルが飽和状態でありませんか？また、人気のジャンルでは重複動画ばかりで単価が安くなりませんか？拾ってきた動画だけでも稼げますか？さすがにオリジナル動画はちょっと前に流行った字幕動画やただの画像だけのスライドショーではダメですよね？ということで、何個かいただいてるので、これをちょっと行こうと思うんですけど、はい。まず、本当に稼げるか不安です。ここで行きましょうか。どうですかね。じゃあ、これちょっと謎の大学生にね、僕は聞きたいんですけど、コンテンツ販売って、全くやったことなかったじゃないですか。はい。はい、もちろんです。その時は不安でした。そうですね。まあ、もちろん不安ですね。稼げるかどうか不安でした。売れるかどうか。まあ、そうですね。で、結果的に、今、コンテンツ販売はどれぐらいトータルで上げられてます？ああ、そうですね。細かいところまではまだ計算しないんですけど、だいたい90から100いかないぐらいですかね。じゃあ、もうちょっとで100いきそうかなぐらいですかね。はい。なるほど。自分がじゃあ、その100ぐらいいけるっていうのは、イメージできてました？いや、イメージはできてなかったですね。なるほど。はい。でも、不安だったじゃないですか。はい。不安なのになんで結果出たんですか？やったからですかね。 終了みたいな。いや、でも僕は15年ぐらいやってますやん。一応やってるんですね。で、最近ちょっとバックエンド的な価格帯を2、30万の売ったんですけど、これね、ぶっちゃけトークすると僕も不安で売れんのかなみたいああ、そうなんですか。な。 15年経験あるけど、僕も不安なことってあるんですよ。だから、初心者でも中級者でも上級者でも不安って絶対あるんですよね。そうですね。それなりのその階級ごとに。そう、階級ごとに絶対不安があるし、はい。あとは、例えば、じゃあお金があったら不安じゃないのかっていうところも、例えばですよ、10兆円持ってたら、お金どうやって、これどうしようみたいなね。はい。老後にお金どうやって残そうとかね。なんだろう、セキュリティどうしようとか、お金があったらあったで、またなんかその泥棒に入ったらどうしようとかね。なんかそういう不安があったりとかするだろうし、なんかね、強盗に、なんかその誘拐になったらどうしようとか、なんか、絶対不安ってあると思うんで、不安を克服するためにはどうしたらいいと思いますか？難しいですね。それは結構みんな、なんていうんですか、人生の課題的なとこあると思うんですけど。そうですよね。人生の壮大なスペクタクルな課題ですよね。それを大学生に聞くっていうのも 酷だと思うんですけ いど。やー、そう、聞いていきましょまあでも不安ってキリがない、その言い出したらキリがないというか、う。思い出したらキリがないと思うんで、逆に無思考になるというか、なるほどね。とりあえず言われたからやってみようっていうのが一番いいかなと思いますね。とりあえずやってみようって感じですかね。そうですね。まあ何事もそうだと思うんで、多分まあとね、りあえずやってみるっていうのが一番いいと思いますね。そうですね。不安って結局、そのやってないから不安なんで、やれば、その、ね、うまくいくのかいかないのかっていうところで結果は出るので、で、うまくいったら不安はなくなると思うんですよ。稼げたみたいな感じで。稼げるのかなっていう不安は、やった結果稼げたら不安なくなるじゃないですか。でも、そこで稼げなかった場合、やっぱり稼げないのかなっていう不安になるじゃないですか。でも、そこで改善していくじゃないですか。で、改善してまたやるじゃないですか。で、また稼げないじゃないですか。で、また改善するじゃないですか。で、またやるじゃないですか。で、またダメージじゃないですか。また改善してやるじゃないですか。で、また稼げないじゃないですか。で、これ1万回ぐらい繰り返すと、電球を開発できるというね。エジソンになれるというそうことでそう。すね。はい。だから、結局、なんかね、不安って、
絶対どこのステージでもあるので、前に進むか止まるか後退するかしかないんで、ただ事実を言うならば、前に進もうが止まろうが後戻りしようが、結局のところ時間は過ぎていくっていう、年は取るっていう。そうですね。だ、年取る前にどうしたいのって感じかなっていうのはね。年取る前に、自分がどんなことを、死ぬ前に何したいのかっていう、なんかその夢とか目標とかも大事だと思うんですけど、死ぬ前に何したいのっていう、なんか夢とか目標って決まってないじゃないですか。その絶対叶うわけでもないじゃないですか。じゃあその宇宙飛行士になりたいっつって、絶対宇宙飛行士になれるかっていうと、なれるか分かんないですよね。でも死ぬっていうのは確定してるじゃないですか。今の技術だと。じゃあ死は確定してるんで、確定してることに対して自分は後の残り時間どうしたいのか、じゃあどうしたいからやるしかないですよね。だからもう確定してることから考えていくといいんじゃないかなっていまう。さにそうですね。だからその結局その確定してることって何かっていうと、不安を脱却するためにやるしかないってことが確定してるんで。そう、いつまでもやらないとか、なんかその改善しないで前に進まなかったら不安はずっとつきまとめますし、だからやってやって結果出して自信になって経験になって、それが不安を克服できる唯一の結果を出す。じゃあ結果を出すためにはトライしていくってことしかないですから。だから結果を出すっていうのは不安をもう一瞬で殺す特効薬かなと思いますからね。そうですね。多分100人に聞いても不安ってなくならないと思うんですよ。し、まあこんな感じで稼げてるよっていう証拠をもし見せてもらったところで、まあ、信じれる人と信じれない人っていうのはいると思うんで、まあそうなんですよね。やっぱりそこしか自分でやって自分がこう体験として得るしかないと思うんで、そこをこう何ですかね、もう理解するというか、その何ですかね、もう納得させるしかないなって感じですね。まあ今回そのニックネームおごってほしい斉藤さんっていう方なんですけど、おごってほしいブックメーカーの検証みたいなのや毎日やってるんですね。これが僕動画撮り始めてもうちょっとで2年になるんですよ、10月で。でもうずっと勝ってるんですね。でも信用しないじゃないですか。多分ね100万本取っても信用しない人は信用しないと思うんですよ。でも100万本取ったらさすがにこいつバカじゃねえかみたいな。なんかその前言われたことがあって、偽造して写真偽造してんじゃねえかって言われたことあるんですよ。じゃあ100万回偽造して動画撮るかって思うと、どんなマメな詐欺師やねんって話じゃないですか。で100万回ぐらい言ったら、まあちょっとさすがに信用しようぜみたいな。でも結局そうなんですよね。だから結果を出したところで、じゃあそれを偽造してんのかとか結局疑うし不安だし、だから何やっても結局疑う、不安、怪しいみたいなね。だからそれは自分でやって結果出すしかないですよね。そうですね。まあ、使おうと思えばいくらでも、その環境のせいだったりとか、まあ、時期のせいとかにできるんで、まあ、トップバズだったら稼げたのは、その規制が緩かったからとか、まあ、そういうの、こう、なんですかね、もう人のせいというか、他のせいにしちゃえば、全部、その、なかったことでできるんで、まあそうですね。やっぱりそれ言い出したらキリがないんで、まあ、本当に、まあ、稼ぎたいと思ってるんだったら、やるしかないっていうのは、もう、明白ですね。ですね。はい、ということで、まず本当に稼げるのか不安ですに関しては、まあちょっとこんな感じですね。じゃあはい、今度やりはまでしすょう。ね、はい、ジャンルが飽和状態ではありませんかという、ご 質問ですね。どうでしょうか。ちょっとその質問の、何ですかね、真意、なんか本当に欲しい答えかどうかっていうのは分かんないんですけど、まあ、ジャンルっていろいろあると思いますし、その細分化していけば、そのメジャーじゃないジャンルだったりとか、自分でこう開拓していけることもできるんで、そのジャンルが飽和してるっていう質問はちょっとわかんない、よくわかんないんですけど、まあそういったふうにその自分でマイナーなジャンルを作ることもできるし、そもそも今リサーチすればバズってるそのマイナーなジャンルっていうのも見つけれますので、まあそこはその不安にがらなくて大丈夫かなって感じですね。まあ結論、多分ジャンルっていう大きな括りで言っちゃうと、何万ジャンルあるのかよく分かんないですよね。何億ジャンルあるのかなみたいな。まあそうですね。世の中いろんなジャンル分けしたらいろんなものに分かれると思うんで、それが飽和してるっていうのはちょっと、まあ、どうかなと思うんですけど。例えば僕
12日で15万だったかな、稼いだと、トップバズで結果出して、それをまあドリームアカデミアの方に入れたんですけど、まあその時にどんなジャンルがいいかっていうところで、車のジャンルいいですよっていう話をしたんですよ。で、実際に僕も車のジャンルやってたんですけど、例えばその車のジャンルの中でも、じゃあ今車のジャンルが飽和してます、あ、そうですかって終わっちゃうんですけど、例えば車の中でも、まあこれね、車好きじゃないとちょっと分かんないですけど、例えばマフラー音だけとかね、車だけどマフラー音だけとか、加速するだけとか、なんかそういうそのセグメントすると、車でもジャンルっていっぱいあるんですよね。まあこれはまあ YouTube でももうしかりなんですけど、トップバズでも一緒だと思いますし、だからなんかその車の中でもカテゴリー分けができるし、例えば料理でも料理の中でもカテゴリー分けできるだろうし、例えば料理でも痩せる料理とかね、とか健康のための料理とか、あと30代からの料理とかね、あとは60代から取らないといけない料理とか、なんかもう本当に分ければめちゃめちゃいろいろあるんで、なんかこれは、おそらくちょっと知らないのか、ジャンルを知らないのかなっていうところですよね、多分。そうですね。もうちょっとリサーチしていただくといいんじゃないかなっていう。だから僕も YouTube でいろんな動画アップロードできる理由が、いろんな YouTube 見て、あ、こんなんでもいけんの？みたいなのをめちゃめちゃ見たんで、だから、ありとあらゆる動画な、もう結論何でもええなっていうこと結論になって。まあそうですね。例えば、YouTube で不審者の極みって知ってます？包丁作るやそうつですそうそうか。そう。あれ、2000万回とか再生されてるじゃないですか。いや、無音でね、別に音声解説ないですし、ただその包丁、あとね、この前見たのが、コインを、100円硬貨を、とにか磨くく。磨いてみたみたいな。それが100万回ぐらいだったかすごいですね。そんなにあれ回ってたんですな。か。そう。なんか100円硬貨をただ磨くだけみたいな。めちゃくちゃ綺麗にするだけみたいな。だからなんか、そういうのを知ると、あ、こんなんでもいいんだみたいなね。あとは僕がね、強烈だったのがバリちゃんっていう人なんですけど、ただ食べるだけっていうね、本当に。多分ね、バリバリ食べるからバリちゃんになったのか分かんないですけど、結構ね、僕もツボで、バリちゃんと一緒に食べるみたいな動画を撮ったりとかしてたんですけど、な、ま、ほんと全く喋んないんですよ。今はちょっと喋ってますけど、その僕が当時見つけた時は本当に喋んなくて、カメラ目線になって喋るかなと思ったらまた食べ出すみたいな。それでもシュールそう、それでも結構シュールなんですけど、それでも再生されてるんですよ。まあ、なんでもいいんじゃねみたいですね。確かにそうですね。な。だからこれはいろいろ本当知るっていうことが大事かなと思いますけどね。だから飽和してるところを見れば飽和してるだろうし、飽和してないところを知れば攻めれるしっていう、ただそれだけかなっていまあそう、本当そうですね。う。視点をちょっと変えてみていただければなと。あとはまあそのジャンルを細分化してみるってことですね。細かくっていう、やった方がいいと思いますね。だこんな感じで大丈夫かな、ジャンルの飽和は。そうですね。だ、トップバズなり YouTube なり見ていただければ。ですね。じゃあ次行きましょうか。人気のジャンルでは重複動画ばかりで単価が安くなりませんかと。どうでしょうか。まあ確かに、そういう部分はあると思うんで、まあ人気のジャンルを避けていただければと思うんですよ。ですかね。終まあ了。さっきも言ったんですけど、その人気のジャンルでも、まあ細分化して、人気の中でも、コアな部分に行くことはできますし、まあそもそも人気の方に、そう思うんだったら人気の方に行かなければいいと思うので、まあただやっぱりその人気のジャンルを今言った、昔からある人気のジャンルのアカウントを作ろうとすると、なかなか0.2円に上がらなかったりっていうのはありますね。なるほどね。まあ昔と仕様が変わってる部分があるんで、まあトップバズ自体もだいぶコンテンツがね、昔に比べると多分何億本ぐらいあるんじゃないですか、もう。だって世界でアップロードされてますよね。そうですね。だからそれはまあしょうがないかなと思いますね。
だぶっちゃけ申し訳ないけど、これを気にするんだったらトップバスやらなきゃいいんじゃないかなっていう。だってまあ、まあ結論ね、あの自撮りでなんか撮ってアップすれば重複しないじゃないですか。はい。全然オリジナルでやってもらってもいいと思うんですよ。うん、それこそ身の回りにのものだってジャンル区別すれば、これは車だとかこれはグルメだとかってできると思うんで。うん、まあ、生きてるだけでそのコンテンツになるとは思うんですけど、うん、僕がまあ生きるコンテンツっていうことで、もう生き様をコンテンツ化してるんで。そうですね。そうだから、まあその重そもそもその重複動画を気にするんだったらトップバスはやらなくていいんじゃないかなっていう。まあそうですね、うん、そもそも論として僕は、うん、まあそもそもそういう風な、なんですかね、僕らがちょっとこうなんですかね、お金稼ぎにフォーカスしてやってるだけで、うん、本来はそれをしてくださいっていうプラットフォームではないので、うん、その転載でやっていきましょうっていうプラットフォームでないんで、うん、まあ、転売とかと一緒ですね、勝手にプラットフォーム使わせてもらって、その中で僕らがお金稼いでるだけなんで、うん、まあそれはもうしょうがないというか、まあ当たり前のことだと思いますね、うん、ですね、はい、うん、であとはまあそのうーん、要はまあうん、僕もマックス10アカぐらいでテストしましたけど、まあ、いろいろ、まあ、なんだ、いや、その、なんかいろんなジャンル作ってテストするっていうのが一番いいと思いますけどね。まあそうですね、うん、でそのそうそう、はい、であとトップバズに関してはその別にその0円でできるわけじゃないですか、はい、うん、だから別にその例えばそのここで単価が安くなりませんかっていう話なんですけど、別に単価が安くなろうが高くなろうが、はい、別になんか自分のリスクってあるのかなっていう。そうですよね、うん、やらないリスクの方が高いのかなっていう。例えばじゃあ単価が安くなったとするじゃないですか、はい、じゃあその単価、あ、こういう動画は単価が安くなるんだなっていう経験値を得られるわけじゃないですか、はい、うん、じゃあそれを次につなげればいいだけだし、うん、別にそのね、トップバズがその複数アカウントダメですよってなったらちょっとテストしづらいですけど、今現状としては大丈夫ですよね、はい、そうですね、大丈夫です、うん、僕自身も10ぐらい作ったんで全然大丈夫でしたし、うん、マックス3アカウントから入金ありましたし、はい、うん、だからその10アカの中で単価すぐ下がったやつもあれば 0.2 円をずっと維持したやつもあるしっていう、だからそれはテストしてみないと分かんないですね。そうですよね、うん、うん、だこれはまあちょっと僕からのもあれはちょっとテストしてみたらどうですかっていう感じですかね。逆にやらない方がリスクなのかなっていう。そうです、まあ単価が低いって言ってもお金入ってくるんで、うん、まあ、お金もらいながらテストできると思えば、うん、まあ、何も不満なことはないかなと思いますね、うん、でやっぱ自分でやるっていうのがその、まあもちろんその勉強するっていうのは必要ですけど、うん、やっぱりこうやってみないと分かんないことっていうのはあるんで、はい、うん、ぜひやってくださいですね、はい、はい、じゃあ次が拾ってきた動画だけでも稼げますかっていう質問ですね。はい、稼げます。はい、稼げますね、はい、はい、終了。ちなみに僕は全部拾ってきた動画で今までずっとやってきましたね。あ、今なんかオリジナルの動画ってアップしてるんですか。いや、一回もしたことないですね。あ、一回もないと。はい。終了。はい。そう、まあ結論、YouTube も昔そうだったんですけど、まあその、はい、まあ乱発してたんですね、そういうのが。うん。うん、まあ今は規制が厳しくて、すぐアカウントバンとかなりますけど、今現状としてはトップバズはまだ緩いかなっていう。まあそうですね、うん、でそれってなんかアカウント版とか今まで経験上あります？それで。いや、僕はないですね。あ、赤版もペナルティも食らったことないですね。その単価落ちぐらいですね。まあ大体単価落ちぐらいですよね、多分、おそらく、はい、今現状として、まあ、よっぽど過激なことしなければ。うん、うん、うん、だからまあこれは結論、今現状としては稼げるという答えですかね。はい、そうですね。ただ3年後4年後5年後は分からないという感じかな。はい、うん、はい、じゃあ、次がさすがにオリジナル動画はちょっと前に流行った字幕動画、まあ、エンドロール動画とかですかね、画像だけのスライドショーでは、ダメかっていうとこなんですけど、どうでしょうか。はい、ダメです。はい、それはなぜでしょうか。やっぱりそのエンドロール動画とか、うん、
ホワイトボードにクイズ書いて出すみたいなのも僕はやったことあるんですよ。あ、そうなんあ、ですみまね。せん、さっきオリジナル1個もやったことないって言ったんですけど、やっぱりやりました。あ、あったんですね。初期の9月ぐらいですね。去年の9月ぐらいに、はい。まあ、それをやってみたことあるんですけはど、い。まあ、全然ダメでしたね。ああ、なるほど。し、やっぱ今やってる人もいないんで、リはい。サーチしても。はい。まあ、誰もやってないってことは、やらなくていいっていうことだと思います。なるほどね。はい。ということですね。まあ、それはまあ、ライバル見ればね、例えば、多分トップバズって申し訳ないですけど、まあ、ぶっちゃけ、ほぼ動画投稿してる人、ほぼ8割、9割、まあ、完全金目的じゃないですか。というこ、ああ、そうっすね。多分、そのトップバズクリエイターになろうっていう人は多分ね、少ないと思うんですよ。いや、だはい、ったら本当に。YouTube でええやんって話じゃないですか。うん。だからトップバズクリエイターになろうっていう人は少ないと思うんですね。だって、その、やっぱ YouTube の方がやっぱ強いですから。なんで、じゃあ、その中でトップバズで、参入してくる人って金が稼げるからで、8割、9割入ってると思うんですよ。じゃあ、そのはい。金が稼げるからって入ってきて、そこでお金を稼いでる人たちが、まあ、実際存在していて、で、まあ、リサーチしても、そういう動画がないってことは、まあ、稼げないからやってないっていうことですよね、多分。そうですね。まあ、なんで他にもそのこれ稼げるのかなとか、このジャンルいけるかなと思ったら、まずは見てもらった方がまあ早いかなとは思いますね。そうですね。まあ、もう先駆者が、まあ、今いてますからね、実際。はい。実際、なんだ、前なんかブログで見たのが、なんかトップバズでいまだに100万稼いでますみたいなブログやってる人がいて、ちゃんと書いてましたけどね。だから、なんだろうな。まあ、やっぱそのブログでも書いてたかな、なんかリサーチと、あとはやっぱ研究していくっていうところですよね。だから要はね、多分ね、情報発信できるぐらい研究していくっていうのが大事かなと思いますね。ああ、もう絶対そうっすね。ですよね。はい。だから要は、ただその、言われたこと、これが稼げるから、やりましょうっていうレベルだと僕は申し訳ないですけど、昔のトップバズのバブル時期は言われたジャンルをただやってれば、そのロボット的にね、ただ言われたことをただやるだけで稼げてたと思うんですけど、今はやっぱその稼ぐ思考というか、ある程度そこのリサーチ力っていうのがないと難しいのかなっていうのは感じるんですけど、いかがでしょああ、もう全くその通りですね。うか。それはなもう多ぜ。分本当に昔は本当にタイトルとかも適当でもうバズったんですよ。うん、実際そのお客さんの見せてもらったことあるんですけど、まあ、うん、まあ僕的にですけどちょっとどうかなっていうような動画でもバズってたりはしたんですけど、最近だとやっぱりそういう動画は見ないですね。その、なるほどね。じゃあ、まあライバルも結構研究してタイトルとかも、しっかりとコピーこう書いてきてるとか。そうですね、やっぱバズってる動画を見ると、まあ、タイトルだったりとかサムネイルが、まあ、クリックされるだろうなっていうのが多いですね。ああ、なるほどね。うん。まあ、それはまあ、ライバルが増えたからってことですよね。そうです間ね。違いなく。昔はね、ライバル少なかったですからね。まあ、トップバズ側もね、そのクリエイターさんに、動画いっぱいアップロードしてもらうために、人参の餌をあげないといけないですからね。だからね、多分僕も当時の挙動を見てますけど、やっぱりその当時アカウントをすぐ作って動画アップロードするだけで、最初のもう10本ぐらいでなんか1個2個バズるっていうね。ああ、そんな感じでしたね。ですよね。はい。必ずなんか1個バズるみたいな。で、うん。多分それで、モチベーション上げてあげて、もっと動画アップしろよみたいああ、絶対そうだと思いな。ま多すよ。分そうですよね、多分。はい。うん。で、今はトップバズ自体にも動画いっぱいあるんで、別にそれをね、トップバズ側はやらなくてもいいかなっていう。まあ、ということで、いただいた、何個か質問いただいたんですけど、回答させていただきました。で、今回の、まあ、質問をこうまとめて、まあ、この質問いただきましたけれども、この質問に対して、なんか思う大学生のご意見をいただけると。まあでも、まあ、こう、ちょっと、こう、いろいろ言った部分ありますけど、まあ、そういうふうに不安になるのはごもっともだと思うので、まあ、僕らは、その、まあ、吉谷さんもやってきましたし、僕もやってきたので、まあ、これが事実というか、まあ、トップアーズやる上での、まあ、大切な、まあ、マインドというか考え方だと思うので、まあ、そこを、こう、理解していただければ、
まあいいんじゃないかなと思いますね。あとね、僕もなんかね、最近またなんかお客さんだったかな、そのトップバズのまたやっぱ変動が、7月だったかな、なんかまあそれね、いろいろ変動が激しくて稼ぎづらくなってますみたいな、なんかお客さんからいただいたんですけど、どう思います？まあそうですね、7月はちょっと単価落ちが多かったりとか、そもそも0.2円に上がらないっていう声が多く僕ももらってるので、まあ確かに単価落ちしやすいとは思うんですけど、まあ0.2円に上がらなくなったわけではないので、まあやれば続ければいいかなって感じです。もちろんそのなかなか上がらなかったりとか、単価落ちすぐ落ちてしまって、その新しいアカウントを作らなきゃいけないっていう作業はその他の時期に比べると多いかもしれないんですけど、まあ、それでもそれをやれば稼げるので、稼げるか稼げないかで言えば稼げる。だけど、他の月よりとしんどいかしんどくないかで言ったらしんどいかなっていう感じですね。いや、もう僕ね、ちょっとこれ、ちょっと強めのメッセージにちょっとさせていただくと、いや、それが大変だったらね、もう、もうネットビジネスってか、もう、これ、申し訳ないですけど、トップバズ、大変じゃないんで、これをトップバズ、もし大変っていうレベルであるならば、ネットビジネスはやめた方がいいと思う。いや、本当になんかもう、よく巷であるような、コピペするだけで稼げるとか、なんかまあそういう情報に触れて、なんかそっちの方に行ってほしいなと僕は思いますけどね。まあ申し訳ないけまあど、そうですね。それ申し訳ないですけど、それは僕の人生じゃないし、だってそういうのが好きだったらしょうがないじゃないですか。それは僕は身内でも何でもないし、血がつながってるわけでもないんで、だから別にそれが好き、そういうのが好きなんだったらそっち行ってくださいと。でも知らないよっていう。めちゃめちゃいますからね、猛者たちが。いや、もう僕も本当にそう思いますね。あんまりお客さんには言わないんですけど、やっぱりこれがしんどかったら他のことの方が多分もっとしんどいよと思うんで、やっぱりその簡単にコピペで稼げるとか、そういうなんか5分の作業でとかっていうのは確かに稼げるものもあるとは思うんですけど、やっぱり寿命が短かったりとか、まあ他のところでこうガタが来てると思うんで、やっぱりちゃんとしてもらうのがいいかなとは思うんですけど、まあその中ではトップバズって、まあ比較的簡単の方だと思うんで、そうですね。その中では僕は比較的簡単かなと思いますね。まあそれで言えばよく伸びてる方だと思うんですよ。その2年半ぐらいですかね、稼げてっていうのは、その簡単な案件にしてはこうちょっと長く続いてるとは思うんですけど、まあ本当にこれがしんどいとかこれが無理っていうんだったら、まあこの先こうレベルアップしたらもっとしんどいよって感じですね。そう、だからまあ、ちょっとね、聞いてる方ちょっとムカつくかもしれないですけど、でも僕はこれが事実だと思うんで、まあちょっと言っとかないとダメかなっていう。でももしね、あとね、トップバズに興味ないとかやりたくないんであるならば、やっぱトップバズって稼げないんだなと思うんだったら、コンテンツ販売してください、絶対稼げますからみたいな。いや、でもトップバズよりやること大変ですよみたでもそうですね。やる作業とか多かったりとか大変かもしれないけど、まあ絶対トップバズより稼げるんで。絶対トップバズより稼げますよね。まあどっちを取るかですね。そう。だから、要は今回、トップバズフォーミュラっていうのを、最終的にこうご案内していこうと思うんですけど、このトップバズフォーミュラがおすすめな人っていうのは、いろいろなことやったけれども、やっぱ稼げない。あとは僕が教えてる、やっぱコンテンツ、ダイレクトレスポンスマーケティング、要はリストを獲得して、メルマガに誘導する、LINE アットに誘導する、そして自分の商品を売っていく、もちろんメルマガアフィリエイトとかでもいいんですけど、そういうリストマーケティングが難しいっていう場合は、こんなのあるよっていう、だから本当に初心者の方向けかなと思いますね。だからこれを踏み台にするというか、実際にこれで結果出して、こういう稼ぎ方もあるんだ、なるほどねっていう。で、それを踏み台にして、今度情報、コンテンツ販売に移行してほしいなっていうのが僕の、思いというか、そう、実際塾生さんでも、トップバズの情報を発信してコンテンツ販売やっぱ売れてるんで、まあその流れが一番綺麗というか、
まあ、やりやすいかなって感じです。そう、あとはね、ぶっちゃけ言うとトップバズがね、売りやすいんですよね。やっぱ、これも、申し言葉がね、ちょっと申し訳ないんですけど、やっぱね、トップバズに反応する人って、最下層の人なんですよ。要は情報弱者の最下層な人なんですね。で、最下層の人って商品買いやすいんですよ。だから、売りやすいコンテンツでもありますね、これは。そうですね。そう。だからまあ、実際これで、ただしっかりと、もしまあ、コンテンツ販売に移行するんであるならば、しっかりとサポートして、しっかりとこう教えてって、まあ、結果出す、てか、結果出させることってちゃんとやればできません？多分。できますね。なんまで、再現性が高いというか、まあ、そういうところで困ることは、他のよりはないかなって感じですね。そうですね。だからね、僕ね、コンテンツ販売はね、今コンサルもこうしてますけど、超大変なんですよ。だから、売りやすい商品を扱ってるんであるならば、結構道筋を立てやすいんですけど、売りづらい商品もやっぱあるんですよね。だから、売りづらい商品を扱ってる人のコンサルすると結構きついですよね。そう、だからトップバズは売りやすいですね。そうですよね。非常に売りやすいですね。だから商品を、情報商材を買う層をやっぱ囲えるっていうね。それが、で、あとは、なんだろうな。まあ僕もドリームアカデミアで教えてますけど、結局コンテンツ販売、すみません、ちょっとコンテンツ販売の話しちゃいますけど、初心者を100%ぐらいのターゲットにするべきなんですよね。要は初心者の人が買うんで。だから、なんだろうな。今、大学生の子もコンテンツ販売で100万ぐらいこう行ってるわけじゃないですか、約。で、僕から見ると、いや、大学生まだネットビジネス歴1年ぐらいやん、初心者やんって思うわまあけです15よ。年の人から見たらそうですよね。だけど、その1年足らずでも、その人、その、そ、そこから買うっていう人がいるっていうね。だからこれがね、まあ、誰がやっても本当に売れるんじゃないかなっていうのが、15年やって、吉谷さんだからでしょうとかよく言われることがあるんですけど、実際にやってみてどうですかね。自分全く初心者の状態から、ドリームアカデミアが初の情報商材とか塾、高額の塾に入ったのが初めてですよね。他はないですよね、経験が。他ないですね。で、そこでまあ勉強して、実際に売れて、まあそういう経験をして、20万も売れましたもんね。ああ、そうですね。20万のバックエンドも。売れましたもんね。そういうふうに実際に実績、結果が出て買ってくれた人が現れていく中で、心境の変化とか、そう感じる部分ってありましたか？まあそうですね。やっぱり本当最初は、まあ自分にできるのかなっていう部分が大きかったんですけど、まあやっぱりネットなので、まあ動画だったりとかも撮り直しとかもできるし、まあ商品作って、まあもし、まああんま言われたことはないんですけど、もしダメだったとしても改善はできるんで、なんかそれに気づいてから怖くなか、なくなったというか、まあダメだったら良くすればいいだけだし、まあ撮り直せばいいしっていう感じなんで、そんなにプレッシャーをすごく感じてたんですけど、最初の頃は。それがなくなったっていうのはありますね。まあ、実際にじゃあ教えるっていうステージに行った時に、お客さんがついて教えたりとかして、そういうこともやったことないと思うんですけど、クレームがあったらどうしようとか、稼げなかったらどうしようとか、そういう不安はありましたか？ああ、もちろん最初はありましたね。やっぱこの情報業界を知ったのもドリアカ入ったぐらいの時だったんで、本当に何も知らないので、まあやっぱ5年とか6年とかいる人に言われたらどうしようとかっていうのは結構ありましたね。それね、俺も何回か質問もらったね。要は自分より上級者の人に突っ込まれたらどうしようみたいなね。ああ、それは最初はありましたね。あったんだ。なんかカモにされたら嫌だなっていうのがありましたね。なるほどね。
弱い者叩きじゃないですけど、お前なんか偉そうに知ったかぶりしてんじゃねえよみたいなね。そうですね。なるほどね。それでこう、なんですかね、SEO を上げるじゃないですけど、その、なんか、それされたら嫌だなと思ってたんですけど、まあ、ありがたいことに何もなかったんで。まあだってね、ペンネームでしかもね、顔出ししてないですもんね、そもそも。そうですね。だからまあ、今この音声もね、顔出ししてないですけど、僕はまあ基本は顔出ししてやってるんで、ただ大学生の子はもうペンネームだし、顔出しせずに YouTube で集客してやってますけど、まあ、それでもね、集客して売れるわけじゃないですか。だからね、まあこれはやっぱね、やってみないと分かんないですね。まあいくらここで多分トップバズミーティングでいくらこの僕たちがこう話しても聞いてる人はやってないから、そうは言うけどみたいな、結局のところ いや、お前らそう言うけどみたいなね。でも前も言ったと思うんですけど、そのトップバズり40万稼いでる人に今情報発信のコンサルをしてるんですけど、その方もやっぱり最初は僕と同じような感じで叩かれたらどうしようとか、 YouTube でこうなんかこう嫌なことあったらどうしようみたいなのが大きかったんですけど、もうあれから3週間とか1ヶ月ぐらい経つぐらいなんですけど、もう全然そんなことは思ってないっていうのが大きいですね。なるほどね。もうそのお客さんとの対応したりとか、まあ、トップバズのことを教えたりとかっていうのがもうメインになったんで、そういうことを思わなくなったとは言ってましたね。まあ実際に自分がやってきたことをただ教えるだけだからね。で、あと多分本当にトップバズでこう稼げるようになると、何か見えないものが見えてくるんだよね。その見えないものが見えてくるって何かっていうと、そのトップバズで稼げるようになるやん。で、なると、あ、こんな感じにやると稼げるんだって大体分かってくるじゃん。で、分かってきた状態で、中身が分かってきた状態で、全く分かってない人のアカウントとか見ると、あ、これは無理だよねって分かんない？いや、もう、その通りですでしょ？ね。大体見た瞬間わかりま分すかね。るよね。そうそう。だから、アドバイスもしやすいというか、しっかり自分でやって実績作れば、トップバズの中身仕組みが分かってくるので、で稼げてない人って中身仕組みが分かんないんですよね。だからその分かった状態で分からない人にアドバイスするから、ちょっと難しいかなって、簡単だと思うけどね。本当にそのレベルまでいけば、もう自分の思ったことを言うというか、その感じたことを教えればいいんで、全然難しくはないですね。そうですね。そう。だからまあ、その今トップバズをやられてない方、これから興味ある方、もしくはまだ結果出てない方は、やっぱそのいろいろやってテストして、やっぱ仕組みを知るというか、トップバズのげあのどうすれば稼げるのかっていうところを体験していく。多分、やっぱ結果が出ないと、やっぱ無理なのかなみたいな。あとね、これも多いんだよね、結構そのトップバズで例えば1アカウント作るじゃん。で、0.2円になって、おお稼げたつって、すぐ4日後とかに単価落ちて、はあみたいな、やっぱ稼げないみたいな、それで終わりみたいな、 え、それ終了っすかみたいな。 いや、それで終了だったらちょっと無理だよね。どう思う？結構よくあるパターンなんだよね。逆に今思ったんですけど、自分の子供とかが逆上がりやりたいって言って3回ぐらい挑戦して、あ、やっぱやめたって言ったら多分怒ると思うんですよ。なるほどね。もうちょっと頑張ろうって。 例えばタオル腰に巻いてみるとか、いろんなこう方法あるわけで、そのコツみたいなのが、そういうのを試した上でダメだってやったら相談しに来るとかだったらいいんですけど、本当に3回ぐらい挑戦してダメです、稼げなくなりましたじゃないですけど、そんな感じで来られてもなんか言いようがないというか、いや、でももう今ちょっのと。ね、あれ、逆上がりの例え話よかったね。でも自分が親だったら怒ると思うんですけど、それが自分のことになるとやっぱりその分かんなくなっちゃうっていうのは、まあしょうがないところではあると思うんですけど。今ちょっとレベルアップしたね。逆上がりの例え、よかった。あ、マジっすか。ありがとうございます。確かにね、パパ、逆上がり教えていいぞ、つって、やってみろ、つってね、3回ぐらい、ウィー、ウィー見て、やっぱダメだ、帰ろう、みたいな。
もうな、いや、もうちょっとやってもいいんじゃねみたいな。いや、3回やで、今やったのみたいな、トライしたのみたいな。ね。そのレベルだと思うんですよ、例えると。うん、なるほどね。なんで、やっぱりまだいっぱいやればいいし、いろんなやり方もあるし、本とか見ればいいし、まあ、逆に例えたらそうですけど、まあ、いろいろあるんで、そうですね。まあ、その上で相談してくれた方が僕もアドバイスしやすいですし、まあ、アドバイスしても通じると思うんですよ。そうですね、やった3上回だで。けやった人に対して逆上がりのこうコツとか原理とか言っても多分わかんないと思うんで。って感じですね。そうですね。まあ結果的にまとめると、やれということにまだなっちゃうんでしょうそうですね。かね。曖昧やな。でも、全部そうだと思うんですけどね、その何事もやらないとわかんないというか、結局全部そうだと、まあ前もこのミーティングで言ったかもしれないですけど、その勉強した方がいいよって大人が言うのを大人になってから分かるように、やっぱ自分で、あ、勉強って大切だったんだなと思わないと子供にも言えないと思うんで、やっぱ体験っていうのが重要ですね。なんか大学生は語るだね。なんか大で学も生がそうだ親、と思うんですそう、けど。大学生が親目線みたいなね。なかなかファンキーだね。いや、偉そうですいません。いやいや、いいよいいよ。もうこれ、ミーティングなんで、建前で話しても面白いミーティングにならないからね。本音でぶつかっていかないと、やっぱ。まあでも僕の本音のとかはそうですね。まあなんかいろいろ言う前にちょっとやってほしいなっていうのと、しっかりやってないと質問来ても、その曖昧な質問し、あの答えしか返せないから、結局なんかあんまり意味のない質疑応答になっちゃうんで、っていうところですかね。あと、まあ不安に勝つのはやるっていうところなんで。あ、そうそうそう、僕ね、これちょっとぼやいていいミーティングで、いああ、きいいっなすり。よ、全然。ドリアカ2年半ぐらい、もうちょっとで今年の12月で3年になるんだけど、多分ね、質問の中でこういう質問がほぼない、皆無なんだよね。まあどういう質問がないかっていうと、講義あるやん。で、吉田さん、この講義見たんですけど、この講義で吉田さんこういうこと言ってて、これがちょっとわかんないんですけど、僕はこう思うんですけど、ちょっとこれわかんないんで、ちょっと教えてもらっていいですかっていう質問がないっていうね。ああ、そうなんですか。ないんだよね、ほとんど。だからそれって多分、見てないっていうか そう、だからこの前もね、ドリアカ入ってる人がコンサル今入ってて、今月販売するのね。今月バックエンドの商品販売するんだけど、全然できてないの。そのドリアカで教えてることが。いやいや、これちょっと、これなんでこんなやり方やってんすかみたいな。いや、ドリアカでこういうふうに教えてるんですけど、見ました？いや、見てないです。みたいなね。なんか、見てない、やらない、なんとかみたいな感じなんだけどね。なんか、これ聞いてる方は、稼ぎたいんであるならば、今回トップバズフォーミュラで、まあ、講義ありますよね。それちゃんと見てほしいなっていいや、でも本当僕のお客さんもそうっすね。う。多分見てないんだろうなという感じなんで。本当に見てほしいですね。何のために講義作ってるのか分かんないん 本当ですよ。見ないんだったら買わなかったらで意味なかったですけど。それもあるよね。見ないんだったら買わなくていいんじゃね？みたいな。せっかく買ったんだったら見てやった上で、その、できるできないっていうラインまで来てほしいなと思うんですけど。それがまあ最低限の条件とか、条件じゃないっていうか、まあ、やるべきことだよね。買ったっていうことは、その買った人の自由やけど、でも稼ぎたいっていう意思で買ったんであるならば、とりあえず見て勉強してやってみようよっていそうですう。ね。で、分かんなかったら、これ今講義見て勉強してるんですけど、ここがちょっと、例えばそのタイトルの付け方、これ今講義見て勉強してるんですけど、ちょっと自分なりにこんなタイトル作ったんですけど、ちょっと見てもらえませんかっていう質問、超良くない？めっちゃいいっすね。めっちゃいいよね 多分その人は絶対稼げるよ。すいまけせど来ん、ないっす。来ないよね。来ないんだな、それが そう、だってね、トップバズなんかタイトルとカスタムサムネイルめっちゃ重要やん。で、その講義もあるでしょ？ありますね。じゃあその講義見てね。
いや、実際にこうやってみて、講義通りに、ま、自分なりに解釈してこうやってみたんですけど、タイトルこんな感じでやって、ただ思うようにバズってないんですけど、ちょっとこのタイトルとカスタムサムネイルちょっと見てもらえませんかっていう、多分その質問する人は絶対、なんだろうな、その後結果出ると思うし、そういう質問ある？ ないっすね。そういう質問じゃないと意味ないと思うんですけど、ないっすね。そうやね。でもトップバズのいいところは、そういう質問がなかったとしても結果出るんだよね。まあ出ますね。そうそう。だって今まで教えた人の中で結果が出てない人いないんでしょ。まあ、報告もらってる人の中ではいないですね。まあ報告もらってない人はちょっとわからんからね。わかんないですから、まあ、わかんないですけど。だからトップバスの場合は本当になんか、まあ今のところは稼ぎやすいかなっそうですね。ていう、な感じですね。はい。はい、ということで今回はご質問いただきましたので、それに対しての回答だったりとか、ちょっと本音トークだったりとか、いろいろとお伝えしましたけれども、はい、こちらトップバズミーティングですね、もうちょっと8月いっぱいとか、まあ、8月の20日ぐらいですかね、もうちょっとミーティングやろうと思ってますんで、ご質問あればこの YouTube の下に専用のフォーム、かましてますんで、こんなこと聞きたいとか、本音トークでね、ぶちまけていきますんで 本音で喋りまそうす。そう。で、あとはメールアドレスの登録必要ないんで、ニックネームと聞きたいことをちょっと入れていただければ、その題材で取り上げていきますので。で、今回はおごってほしい斉藤さんからいただいたんで、取り上げさせていただきました。なんかそのおごってほしい斉藤さんに、なんかメッセージありますか、最後。そうですね。おごりません。おごらないと。なるほどね。そうですね。トップバズ本当に、まあ、ずっとこの40分ぐらいですかね、喋ってきたことが、まあ、真実なので、まあ、他のことに、騙せないというか、まあ、他のものを見ないで頑張っていただければ絶対トップバズで稼げるんで、しっかりやっていきましょう。そうですね。まあおごってほしい気持ちはこらえて、自分で稼ぎましょうって感じですかね。そうですね。甘い誘惑はいっぱいあるんで、世の中。ありまそうすいうのにね。ね、目もくれず頑張っていきましょう。ということで、今回は、リスナーの方からですね、題材いただきましたので、それ取り上げさせていただきました。では、今回のトップバズミーティングをこれで終了したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。